はい。あの、4月迎えると、なんか1月以上に明けましておめでとうございますか、ありますけども。4月になって初めての批評座談会ですね。時刻は午後8時を回りました。どうも、日本放送アナウンサーの吉田久典です。珍しくシャツとか着てるのはですね、娘の大学の入学式にちょっと行ってきたからですよ。みたいな、そんな季節なんですけども。さて、プラネッツ批評座談会、この番組ではですね、 様々なゲストの方とともに今話題の作品を毎月取り上げて、え、いろんな話をしていくわけなんですけども、え、今回の作品は、この1月期から3月期、ある意味最大の話題作なんじゃないかと思う、え、勇気爆発、バーンブレイバーンでございます。え、こんばんはっていただいてますね。どれくらいの人が、え、あの、ま、チェックはしてると思うんですよ、アニメファンだったら。 で、最後まで本当に見た人どれくらいいるのかなっていう感じもちょっといたしますが、まあそうって言われてますけど、まあ確かにね、あのこうフリーレンとかあの薬屋とかなんですけど、大体2位ですからね、あの辺。えー、2期ですからね。えー、で、えー、ブリーバーンホビージャパンで公式外伝出ますよっていうのあるんだ。外伝なるほど、えー。さて、そして、えー、まあ一応作品としてはサイ・ゲームスが、えー、手掛けるオリジナルアニメ、えー、メタ視点と独特のギャグ要素。 タイムリープ系の超展開が議論を呼んだ本作はヒーローをどのように捉えたのかと、はい、いうことであいいですねタコ具完成していたのですねさんがすでにニコニコ広告を出してくれてますねありがとうございますさてそれでは今日も皆さんにまずご登場いただきたいと思いますまずはそれこそ新年度を迎えてお仕事本業忙しいんじゃないですかね批評家の石岡義治さんです はい、どうも、ご紹介です。よろしくお願いします。そうですね、本当も忙しいんですが、プラネットチャンネルでですね、あの、金曜日にですね、同じ、ま、まあ、この、実は、あの、ブレイバンつながりで、マクロスとか、ついでにロボテックもかん論じてしまえと思ってたんで、まあ、テーマ的に、そっちの方が忙しいです。で、えっ、ー、と、ちょっとだけまあ、緊張を言うと、その時に詳しくは言いますが、あの、横須賀でやっていたですね、あの、東京では、東京とか首都圏では、 えっと、巨大ロボット群造展っていう展覧会と。はい、やってましたね。中の守の展覧会行ってきたんで。はい<ー>。感じで、ちょっと今、だから、そのロボット、ロボットアニメの方にちょっと若干なっています。そういう感じなので、今日は、えっ、ー、と、まあ、あの。今日のテーマはですね、まあ、ロボットアニメの方で、ちょっと。ちょっとだけインストールしている状態なんで、それで語られたと、だと思います。よろしくお願いします。今年度もよろしくお願いします。はい、ってことです。うん、あの、東所沢まで行ってきたんですね。行ってきましたね。また、えー、守というのはね。はい。はい さあそして、えー、続きまして、えー、やっぱりお仕事4月忙しいんじゃないかと思いますが、ドラマ評論家の成間麗一さんです、はい、よろしくお願いします。なんかお仕事はなんか分かんないです、常に書いてるみたいな状態なです確かに、えー、ウェブだどこが忙しいのか忙しくないのか分かんない。うん、あの年末年始に、なんかその、YouTube で機動戦艦なでしこっていう96年にやってたアニメのなんか無料配信やってたんですよ。 それ見て、なんか久しぶりに見たらすげえ面白くて、一気に UNEXT とかで見て、劇場版とか繰り返し見てたんですよね。あれ、今見ると結構すごくて、それこそなんかフリーレンみたいなキャラクターがいるし、あなるほど <laughs> この流れで言うと完璧進撃の巨人と構造同じなんですよね。うん、あとスーパーロボットに対する批評税みたいなとか、いろんなものが混ざってて、結構なんか変な、変な時代、なんか時代に置き去りにされてるからこそ変な、 なんかその同時代性が、ま、今残ってるみたいな変な作品で。で、ああいうのもう作れないのかなと思ってたら、なんかこれがブレイバーンが始まって、なんか、おおうと思って、なんかその流れで見てたって感じです。はい。確かにあの僕フリーレン始まって以来、初めて星野瑠璃のことを思い出しましたよ。どこか確かに頭に残ってたなって思ったんですけど、確かにそうですね。掃除系ですね。かなりね。えー ミッシングリンクになってんな、いろんなものっていう、<laughs> 勝手に思ってまあ,あ,あなでしこと、なでしこの批評性については、確かにまだ、あんまり話してる人を聞いたことないかもしれませんが、うんなんか。スーパーロボットをどう、なんか、批評的に解体して再構築するかみたいな流れはずーっとあるじゃないですか、その、はいはい、トリガーのグレンラガンとかの、ね、グリッドとはい、はい、でその流れの一つだと、フレイバーも思うんですけど、うん、ただ、なんかやっぱ、 なでしこの時とは違うなって思いますよね。トリガーとか、これとかって。まあ、正直、手触りがかなり異様ですからね。ブレイバーまあ、その話は、あの、皆さん登場していただいてから、はい。していただきましょうか。では、じゃあ、続きまして、プラネット編集長の宇野恒弘さんです。いやー、あのね、僕もなでしこのことやっぱこれ思い出して、なでしこもうあの、激ガがガンスイのこと思い出してさ、まあ、あれってさ、やっぱりさ、今のさ、 なんかさ、実力とプライドのさ、釣り合いが取れずにさ、もうすごいダメになってしまう前の相川翔のさ、まあ俺す、あんだけ嫌がらせされてんだから、これぐらい悪く言ってもいいと思うんだけど、<laughs> まああの、まあ、まあ、でも、当時の彼はやっぱりすごかったわけですよ。できですやっぱね、そのね、なんかね、なんかこう、あの、頃の、やっぱり、あの、ことを思い出しましたね、なでしこのことをね。まあただね、僕ね、劇画3ってやっぱり、まあこれ本、あの後で詳しく上手うまくいってると思わないのね。 うん、ただやっぱり、ああいったアプローチのやっぱり延長線上に、何かこう、<laughs> 今回の,あのプレイバンってのは確実にあるとえあの僕は思うんですけど、まあ、そういった意味でもね、なんかね、基本的にデオチアニメでゲラゲラ笑いながら見てたんだけど、意外とね僕ね、これね、考えることがたくさんあった作品だなというふうに思っていますんでね、なんかこう、の今日はね、すごい楽しみにしてました。よろししくお願いいままますす、はいはい、ありがとうございます、ま、さかのラデシコを2人 出ててくると思わななかかったなこの序盤からそしてあーすごいです、ね、ブレイバーンがもうスパロボ来ましたよ。すぐスパロボ出る中でなんか寒くないみたいなあのスパロボに対する問題提起が若干されておりますが。ね、<と>本当そうだよ。俺は未だにウィンキー・スパロボが手法だと思ってるよ。<laughs> これに関してはすみません。僕、あんまりスパロボ勢じゃないのでね。ディティールが分かってないですけども。スパロボ初期中ということですよ。すいません <laughs> スパロボ初期中。 さあという、えーまあ、レギュラーメンバーでお送りする感じの今日の、はい、プラネッツ非表座段階でございますが、えー、この番組はオクトパスエナジーの提供でお送りしています。で、この放送はですね、えー、20時20分頃からということになったんですね、最近。えー、30分す、はい、そううっということになったんまりあまりにも長いということで、はい、20分きます、はいはいはい、20時20分頃からニコニコ動画プラネッツチャンネル限定の配信となります。で、えー、オフレコ トーク全回でお届けしますので、気になる方は今のうちに視聴チケットをお求めいただくか、チャンネルにご入会いただきたいと思っております。ご入会いただくと、過去の放送回やアーカイブでも動画を楽しめますよということで、ぜひ今のうちにご入会いただきたいというのと、あとですね、えー、とあのこう次回からなんですが、えー、と5月の15日に水曜日、こちらは、成瀬は天下を取りに行く。はい、えー、こちらは、宇野さんと成馬さんとかが登場ということですかね。 いや、えーとね、誰だったかな、えー、と宮部佳穂さんと山瀬宏一さんっていう小説でなんか、ね、なんか読んでる人がなんか周りに少なくて、いつもと,ちょっと違うメンツでやろうかなと思っています。まあ本屋大賞多分取るんじゃないかなっていう感じであのちょっとあの選んでます、作品に関しては。小説ですね 補説ですね。はい。なるほど。えー、でそして、はい、ああのすみません手前ミスですけど漫画大賞も今週発表あ先週ですね発表になりましてえー、ずっと作業今年もしておりましたけれども、はい、今年は、えー、君と宇宙を歩くためにという作品になりましたがえー、あれはあれであそれやってもいいよね。うん、うん。あれはあれで奥行きありますけどね。うん、そうです、ね。うん。うん、そうちあのまああとダンジョン飯やろうかなというふうに思って今に行って調整しているのと、はい、そうです。はい。あのー、そうあとなんだっけ。 あのね、あれ、宝石の国が終わるから、もうそれもやろうかなと思って、なんか単語本のタイミングがいいかなと思ってますけど、そのあたり考えてそうですね、宝石の国はアニメの2期はいつまでたっても来ないけれども、みたいな。あんだけど、原作は終わったので、終わるのでやりましょうみたいな。そういう話もございますと、ででででは没ですかってありますけど、でででは上下ですからね、上下なんで、であででででで、た6月にやるつもりです。月に 後編が公開なんで、そのタイミングでやろうかなと思ってます。うん、はい。うん。で、あと怪獣8号気になるみたいな方もいるい。怪獣8号はね、うわ、ん、かりました。うん、はい、あの、皆さん、あの、俺が忘れないように、ついちいコメント。<laughs> はい、そうですね。そうですね。はい、怪獣8号やりましょう。はい、あの、いや、あの、今、多分、あの、担当が。把握してると思うんで。よろしくお願、はい。ってことで、5月はダンジョン飯も予定されてますよと。 はいいうことでございます。さあじゃあそんな中、えー、議論に入っていくわけなんですが、今日はまず勇気爆発、バンブレイ・バーンを語る上でのキーワードを一、えー、つずつ皆さんに書いていただきたいと思っております。それじゃあ、行きましょうか。ババンブレイバー今日はちゃんと書いたよ。今日はちゃんと書いた。ちゃんと書いた。辛らい。自分を褒めてあげたい。うんんもねなんかで なでしこな話で勉強しなかったけど、本当ね、年度末年明けめっちゃ忙しくてね、死にそうなってたんだけど、うん、頑張って生きてますよ。あの,あのね、ポッドキャストを、ね、再開した。あのあそうなんですね。SNS で告知なかったら再開したことに誰も気づいてないから、皆さん聞いてくださいあの。探したら出てくるんで。はい、そうですね。うのさんの名前で検索してもいいんですかあの、僕の名前で検索しても出てくると思うし、遅いインターネットラジオっていう名前で検索しても多分出てくると思うんで、<笑>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 あのね、あの今年、今年度の目標はねあの、サボらずにポッドキャストをね、 今までこう、初めてはやめ、初めてはやめを繰り返してるんだけど、生まれ変わろうと思ってるんで、よろしくお願いします。はい。うん。ラジオ最下嬉しいですって方いらっしゃいますね、はい。よろしくお願いします。さあ、じゃあそんな中、はい、皆さんに出していただきましょうか。はい、せーの。はい。じゃーん。2> ん第2話。推しの闇と、デスドライブス死の欲動アメリカの影を忘れさせる和法あ、なるほど。はい。というところで、 はい。皆様、よろしいでしょうか。で、まずは、ちょっとした回答についてえ、それぞれお伺いしたいですけど、こことけえ元、ー、まあ、はっきり言うとですね、僕はちょっと浅めなんですよ、今回。えー、なぜかというと、あの、もともとですね、えっ、ー、と、何だろうな、人間ドラマにならないタイプの勇者ロボ系私ね、あの、あんまり乗り、乗れないんですよ。ぶっちゃけて言うと。でぶっちゃけて言うと、あんまり乗れない。 えー、もののお、しかもだから、スパラボもあんまりやってないわけですよ。えー、っていう、えっと、ロボアニメこそ全てっていうタイプじゃない人間からすると、えー、今回に関して言うとですね、あの、この仕事じゃなかったら多分見てなかっただろうなと。で、見てなかっただろうなと思った場合に、えー、これ、本当は閉じてから行った方がいいのかもしれませんけども、ぐらいのことを言ってしまうと、あの、こう、なんですかね、人間、人間洞察ゼロなんですよ、この作品。<laughs> 人間洞察。えー、 あの、人とはこういうものでありみたいな、<laughs> あの、こう、その人なりの発想とかってあっていいと思うんですけど、まあ、ないんですよね。全く。で、全くないんだけど、えー、ロボットとアニメというものが好きな人たちが、自分たちの強度を果てしなく追いかけたところ、えー、なんか、ものすごいクレイジーなものが生まれたんだと思うんですよ。あの、クレイジーさはずっと伝わってました。えー、で、なので、あの、そのクレイジーなものが、 えこうやってボーンって投げ込まれたときに、今逆にアニメ業界全体のことがね、あの気になってしまいまして、アニメ業界ってもう本当に、あの、常識的なものに溢れているんですよ。本当に。その、それは、えっと、こういうロボットがあったらこういうことになるだろうとか、こういう人間とこのキャラクターがあったらこういう物語が起きるだろうっていう常識の範囲にいろんなものが落ちていて、で、それに、えっと、なんか絵で補強するみたいなものが多すぎて、 本当に見たことがないものが見たいのにな。で、見たことがないものはなるべく適切であって、我々に深い洞察を与えてくれればよりいいのにっていうふうに思うんだけど、今回洞察はないけど、そもそもがクレイジーだっていう段階でもうそれだけで価値あるじゃんっていうのはブレインバーンだなっていうふうに思ったんですよ。うん、で、なので、あの最終話について、なんか最終話こそがよりね、クレイジーでよりびっくりしたみたいなこと言ってる方いらっしゃいますが、あれ11話あそこまで見てたら最終話でもう今更びっくりしないだろうって僕思うんですけど、どうなんですかね。 えー、あの最後カラオケで終わるとかいうのもまあそりゃそうだよねみたいな、うん、え感じの実感がですねこうちょっとあ,のありまして一話だけ面白かったっていう,もう、ね、人の価値観を変えない作品ってコメントを言っていただいておりますが、うん、ブレイバーン・フリーダムはちょっとわかるかもしれないちょっとわかるかもしれないけど <laughs> フリーダムはあのやっぱり福田さんの純粋性が非常にこちらを打つところが僕の中にはあるので、えー、なんかこっちの方がより あの、ゲラゲラ笑いながら見られたという意味では、フリーダムと似てるんですけど、よりカラッとしたというか、しょうがないな、もう、男子みたいな気持ちで、えー、見ちゃう作品でした。えー、ブレイバン。はい。という、まあ、僕のところはこれぐらいに、えー、あ、作り手の俺クレイジーでしょ感もちょっとあるけどね。うん。そこもちょっと、あの、自然に出たクレイジーとは違うっていうのが、もしかしたら、あの、 ガンダムシードフリーダムとの違いかもしれない。ガンダムシードフリーダムはナチュラルにクレイジーに触れている部分ありますからね。えー、はい。そんな,きそんなあ感覚を持ちましたが、ただ、この僕クレイジーなところまで振り切る意気は今のアニメ業界に足りないとと,とても思うのでいいと思います。はい。さて、じゃあそれでは、これをちゃんと分解。 分解してくれている石岡さんのお話を聞くのがいいんじゃないのかなっていう気がします、はい、そうですねし、はいあの、簡単に言うとですね、あのえっと、去,年まで去年ぐらいから推しっていうキーワードが急速に、ですた、ねはい、多分10年ぐらいですね推しっていうキーワードで当面、あらゆる消費活動を、まあ、ご了承できるようなワードだったと思うんですが、途端、うん、にちょっとは簡単に使いにくくなってるってあると思うんですよね。あの、うん まあだからそれはなんだろうな、こう、あの、推し模様とかね、推しの子とかね、そもそも推しって打ち出せた時点で批評性あったんだけど、しかし、推しって結構割とやばいんじゃないかなみたいな雰囲気が出てると。で、ちょっとここ数日なんかあれなんですよね、なんかやばい闇の推しの人のなんかノートが、男性が男性アイドル、男性を推してなんかやばくなった人と、女性が女性を推してやばくなった人のノートっていうのが2つありましてですね、正直ですね、私は、 デスドライブスさんたちがそういうやばい、やばい、気持ち悪い推しに見えたんですよね。あの、そもそも、うん、ブレイバンってあの、基本的にはあの、気持ち悪いっていうワードが満ちた話で、多分、まあ、イサミとあれですよね、<laughs> あいつらの、とか、あの、ブレイバンドでなんかロボのちょっとキモいとか、そういう方言われてますけれども、あの、そもそも敵キャラがなんかキモいんだと思うんですよね。あの、うん、そこが、えっと、その様子がよく、よく、よく出ていたとも思うし、 で、これも本当は、あの、閉じてから言った方がいいと思うんですが、私、正直、大張さんのロボットアニメって、あのー、監督作ね。えっと、初めて面白いと思いました。<laughs> うん、<laughs> これはちょっと言っちゃうと思いますね。あの、一応、それなりに見てんですけども、あの、いや、なんか、まあ、まあ、ロボかっこいいよな、とかって感じだったんで、ちょっとあんまり、なんかこう、スーンと見てたんですが、あのー、このね、えっと、バーンブレイ・バーンはね、 あのその洞察の深さとかは捨ててるんだけれどもあの、よくまとまってたと思います。破綻が意外と少ない。うん。だからちょっとそこに意外と感心しちゃって、あだからその、えっ、ー、と、最初に、あの、えっ、ー、と、成間さんと小野さんがおっしゃっていたあの、なでしこってありましたけれども、だその結果、結構コンセプチュアルに見えていたんじゃないかなと。あの、 だから、このタイミングで出すってことのコンセプチュアルに見えたことは良かったんじゃないかなと思ってますね。まあ、詳しくは後で語りたいんですが、あともう一つ言うと、多分ね、<laughs> あね、直前にグリットマンがあったことが、こうそうしたんじゃないか。要するにグリットマンに対するアンサーとして作ったおかげで、あの構造がいい感じにまとまったんじゃないかなっていうふうに私は思っていて、あのそういう感じを持ちましたね。大体そんな感じです。はい。 アメミア監督入ってますよね、スタッフにね、これ、ね。ああ<ー>、ね、なるほどね。あと、えー、あとやっぱ敵がなんで地球を襲ってくるのかって、基本的に空虚なんですよね、様式美化したロボットアニメってね。うん、で、それをなんか、デストライブ、の死の欲動なんですよ。うん、あの気持ち悪いっていうのは、なんかえ一般的にみんなエロスだと思ったわけですよね。エロいからキモいってでしょ。多分ね、タ、はい、ナトスとかデストライブ、要するに、まあフロイド的に言うとタナトスですよね。 死の欲動の気持ち悪さっていうのをまあそのまま出しただけで、まあこれで結構、これだけでか結構、でも多分それで終わってるんですけども、でもそれちゃんと表に書か,かれただけでも、あの、だそれが多分、様式ビロータアニメにしては空虚でなかった理由かなとも思いましたね。うん死に場所も取てきてやってきてるっていう、あ、なんかそれで、 にしては人類いっぱい死んでいて、それに対するフォローないとか、そういうところはちょっとどうかなと思うんだけども、しかし、それによって一定のまとまりが生まれてたんじゃないかっていう感想です。はい、はい、さあ、じゃあ、ここに対して、成、えー、馬さんが第2話っていう分析をされてますが、2> はい、第2話とは成馬さん。いや、第2話が最高というか、そいうと第2話がキャズム越えしすぎちゃってて。ああ<ー> あのね、これ後でちゃんと喋ろうと思うんですけど、とりあえず見たことない人はもう第2話だけ見てくださいって感じなんですよ、俺にとって。プレイバーンイコール第2話なんで。まあ、1話がなんかその踏み台としてあって、第2話が本番で、そこからどう逸脱していくかって話だと基本は思うんだけど、あまりにも第2話がすごすぎたっていう。だからプレイバーンキモいみたいのが一気にバーって SNS で出たの、っこからですよねとか。うん でこっから多分そのロボットアニメファン以外の層に一回届いたんだと思うんです。うん、なんかビビ,ビって、なんだなんか窓まぎとかになってたかもしれなかったというか、<laughs> このことあってちょっと申し訳ないですけど、だからとりあえず第2話を見ろとだけ言っときます、まあ。第2話は、まあ、そうですね、核心を持って何かを踏み越えた話ではありますよね、うんああ。で、その確信が正しかったかどうかっていうのは、まあ人によるんじゃないのかって感じがしますけど。わかりました。 そして、また全くあの違う方向から、そして今回に関しては、えー、しっかり書いた俺とおっしゃってた、宇野さん。いや、あのね、まあ、まずね、もう、いや、何が言いたいかっていうと、20分で有料行くっていうので、皆さん時間を守りましょうということを言いたいんですけど、そうですね、まれは置いといて、えっ、ー、とね、<laughs> まあじゃあ、あの、まあすっごい一と言で言うと、あのね、あの、 あ,あ、これもうでもちょっとね、時間ないな。まあ、これね、まあネタアニメなんですよ。もうどうしようもなくネタアニメで。うんうん、まあ、これ、あの、今時のネタアニメですよ。あの、タイムラインでいかにトレンド入るかっていうことをすごく考えているタイプの、まあ、最近ありがちな作品で、それまんまと成功した作品であるということですね。で、ただなんか、ロボットアニメの自己批評みたいなものとしては、はっきり言って大したことがない。です。うん、あの、やはりこう、あの、で、それって、 なんかこう、あのー、まあ、ロボットアニメの、なんかすごいこう、あの70年代のね、一番こう、あの、ロボットアニメっていう様式美が完成した頃の、なんかパターンみたいなものを相対化して動画化をするっていうのは、もうかなり初期の段階から、うん、あの、ま、80年代とかにはすでに全然あったものだと思うんだけれど、うん、ま、そういったものが、なんかこう、あの、真面目でロボットアニメやってるものの中の、なんか自己批評みたいなものをね、なんかこう、超えることってほぼないんだと思うわけ。 だからなか、うん、なんかこう、なんかああいった劇団がガスリー,ー,ンー3とかなんかこう、プレイバーとかを見て、ロボットアニメを目指してるっていう人は、多分ロボットアニメをあんまり見てない人なんだと思うんだよね。うん、真面目にロボットアニメ作ってるさ、なんか70年代の富野義行とかでもやりきられちゃってるようなことを結構、後出しでちょっと大合同でやってあの、相対化してるつもりでできてないみたいなものがすごく多くて、僕はあんまり評価してるものが正直少ないんですよね。ただまあ、問題はそういうところにあるんじゃなくてね、あのね、うーん。 ちょっともう時間がないからどうしようかなっていうふうに思うんだけれど、まあこれってさ、うん、まああの、なんて、これ作ってる人たちロボットアニメすごい好きなんだと思う。で、でロボットアニメの持つ結構熱血感とか、で、そこと、なんかあのー、みんなで一緒に共通的敵と戦う快感とか、圧倒的な力で敵を熱伏せる快感とか、いわゆるファイヤーの方の萌えだよね。ああいったものに対してすごくフィティッシュな人たちが作っていて、それをすごく、 あの、全力で追求したいんだけど、それをこの2020年代なんて言い訳が必要なんだよね。俺たち全部この分かってやってるんだと。うんね、言ってしまう幼稚な欲望を全力で追求してるんだけど、それ全部分かってやってるんだと、エクスキューズが必要で、ね、うん、そのエクスキューズがこのメタシなんだよ。うん。で、その結果、まあそれがまんまとあの成功していて、非常に結構受けた作品なんだけれど、で、僕も楽しく見れました。毎週ゲラゲラ笑いながらね。でただね、 なんか、そのことてすっごい無自覚に、そういった、このなんかこう、あの日本のオタク文化みたいなのが培ってきた、結構、ファイヤーの方の萌え文化のまずいところみたいなものが、ものすごく無自覚に出てしまっているわけ。ううううん、うん、うん、うんで、これもう端的に言うとさ、これってね、なんかさ、あの、ほら、宇宙全ヤマトってさ、日本をさ、なんかこう、あの、全裸に置いた第二次世界大戦でやり直しなわけじゃない。ガミラスっていうのも明らかに見るからにナチスでさ、 でさ、なんか地球を代表してさ、全員日本人の乗組員がさ、あの、かつての戦艦ヤマトもね、沖縄沖に沈没した戦艦ヤマトを修理して、で、あの、地球を代表して戦いに行って勝っちゃうってそういう話でさ。まあ、あれはやはりさ、なんかこう、敗戦のトラウマみたいなものに対してのヒーリングという側面が確実になるわけなんだよね。で、まあ、で、このブレイブハンもさ、まあ、あのハン、 ブリーバーンの物語を真面目に分析しようとしたのって、なんか世界で僕ぐらいだと思うんだけどさ。あれもさ、<laughs> もう宇宙から侵略がやってきてさ、まあインディペンデンスでみたいな感じだよね。なんか第一話のノリとしてはね。あの、ハリウッド映画のさ。で、そこに日米が対等に軍事演習をまずしてるわけだよ。うん、この時点でまず突っ込みが入るわけですね。おいおいっていうね。うん、で、そしてあの、あの、自衛隊と米軍が手を取り合ってデス、デスドライブスっていう侵略者に結構対抗していくと。で、 その主力は日本人パイロットで、その日本人パイロットが乗る、あの、あの、ブレイバーンでロボットの正体は日本大好きな日本オタクのアメリカ人の天性なんだよ。だからこれってさ、もうさ、国力もガンガン下がっていてさ、なんか1.5流国とか2流国に転落しつつあるさ、結構さ、あの今の日本みたいなものをさ、もう日本大好きアメリカ様がさ、もう全力で庇護してくれるみたいな話なわけなんだよ。 もうだから出来合い彼氏なの、プレイバンっていうのは。都合のいい出来合い彼氏たちのアメリカみたいな、が、うん、あの、没落した日本様を守って、プライドを維持してくれるみたいな、そういう話で。で、でもさ、こういうさ、構造をさ、完全に無自覚にやってると思うのね、これ。うん。完璧に無自覚にやってると思うわけ。全くそういうことを考えずに、自分たちの欲望をストレートに追求した結果、こうなっちゃったんだと思うわけ。うん。うん、で、だから、僕はそのなんか、このオタクの、 いやこれなんちゃってですよみたいなこととか、ね、エクスキューズを追求することは、彼すごく多分ね知的な遊戯として多分これみんなやってるんだと思うんだけど、そのことによって、むしろものすごく知的でなくなってしまってるという皮肉な構造だと思っていて、後半、その話をしたいです。はい、以上です。はい、わかりました。いや、これはあの面白いですね、さすがに。さあ、ということで、えー、今日はここでプラネットチャンネル限定の配信に移りたいと思います。プラネネットチャンル限定の配信にに移った途端に なんだか全員の,あの違うスロットルが入りそうな感じはするなっていう雰囲気は今感じております。入る方は今のうちにぜひお願いいたします。それでは、はい、一般で見てらっしゃる方はここまでです。じゃあねー。じゃあね